アンナカレーニトトルストイ前回の続きからですリョウ両ンは自分に関心のある問題の解決が今にも出てきはしないかと非常な熱意を持って読んだのであるがただヨーロッパの「 農業状態から引き出した法則を発見したばかりでロシアに適用することのできないこれらの法則がなぜ一般共通のものでなければならぬかがどうしてもわからないのであったそれと同じことを社会主義の本にも見いだしたそれは彼が大学時代に熱中した実際に適用できない 美しい空想に過ぎないかさもなければヨーロッパがもっか置かれている状態の修正にとどまってロシアの農業とは何の共通点もないのであった経済学に言わせればヨーロッパの富の発達したそして発達しつつある法則は一般に共通不変なものであるが社会主義の教えによると この法則による発達は破滅に導くという。そのどちらも数千万の手と土地を持っているロシアの百姓と地主のすべてがどうしたら一般の福祉のために最も生産的になり得るかという両品の問いに対して答えは愚かわずかの暗示さえ与えないのであった。 もう一旦この仕事に手をつけた彼は自分の研究題目に関するありとあらゆる文献を読破したのみならずこれまで様々な問題に関してしばしば生じたようなことがこの問題についてはもはや二度と再び起こらないようになお現地について親しく研究するためにこの秋は外国へ行こうと計画した よく彼が話し相手の思想を理解して自分の意見を述べようとすると不意に相手は「しかしカウフマンはジョンズはリュボアはミッチェリは君は彼らを読んでいませんね一つ読んでごらんなさい彼らはこの問題を解明していますから」というのだ 彼は今は今っっきり見て取った。カーフマンもミッチェリも何一つ自分に言うべきことを持っていないのである。彼は自分が何を欲しているかを知っていた。ロシアは見事な土地と見事な労働者を持っていてある場合にはあの途中で見た老人のところのように労働者も土地も豊かに生産しているが 大多数の場合はヨーロッパ風に資本を投入すると生産率が少ない。それはただ労働者が自分たちに固有の方法を手働こうとしかつ働いていることに起因するのでこの反作用は偶然のものでなく国民性に根元を有する不断の現象である。それが彼には分かっていた。 こうばくたる諸女地に植民し工作する使命を持ったロシアの国民は全ての土地が占拠されるまではそれに必要な方法を意識的に固執するのであってこの方法は普通に考えられているほど悪いものではないと彼はそう考えた彼はそのことを理論的には自分の諸術で実践的には 自分の農場で証明しようと思ったのである30 9月の終わりに組合に与えられた土地に家畜小屋や蔵を建てるため木材が運び込まれたそれからバターも売られて利潤も配当された実践の場である農場では 仕事はうまく進んでいった。少なくともリービンにはそう思われた。しかしこれを理論的に全部はっきりさせて自分の著述を完成させるためにはただ外国へ行ってそこではこの方面で何がなされているかを現地で調べそこで行われていることが全て浮遊のことであるという。 いやのない証拠を握って記載すればよいのであったこの著述はリョウビンの空想によると経済学に一転気を弱気するばかりでなくこの科学を完全に無に帰してしまい新しい科学民衆と土地の関係を明らかにする科学の基礎を置くはずなのであるリョウビンは金を手に入れて 外国旅行の途に着くためにただ小麦を買い手のところへ納めるのを待つばかりであったところが雨が降り始めて畑に残った麦やじゃがいもの取り入れができなくなり全ての畑仕事はもちろん麦の運搬さえ中止しなければならなくなった道路という道路は足も踏み込めぬようなぬかるみだし 水車場は2つまで出水に流されたが天候は次第に悪くなるばかりであった9月の30日には朝から太陽が顔を出したので天気になるものと当て込んで両敏は思い切って出発の準備にかかった彼は麦を測るように命じ支配人を商人のところへやって金を 受け取らせることにし自分は出発前の最後の処置をするために農場見回りに出かけた。とにかく用事を済ましてしまった両敏は川街道を小川のように流れる水が首筋や長靴の胴に入って全身ずぶ濡れだったことにもかかわらずこの上もない元気な興奮した気持ちで夕方我が家へ向かった。 悪天候は夕方から、ますますひどくなってしまった。全身ずぶ濡れになって、耳をピクピク震わせている馬を、あられが痛いほど叩きつけるので、馬は体をハスにして進んだ。しかし、涼瓶は頭巾をかぶっていたから、なんともなかった。彼はさも楽しげに、私の後を伝って流れる濁った水や、 裸になった枝の一本一本にかかっているしずくや、端板の上に白く消え残っているあられの波紋や、裸になった木の周りにうず高い層をなして落ち絵になっている、ニレの葉などをあちこちと眺めまわしていた。周囲の自然が陰鬱であるにもかかわらず、彼は特に興奮している自分を感じた。 遠い村の百姓と試みた会話は彼らが自分たちの新しい関係にだんだん慣れてきたことを証明したのである彼は着物を乾かしに旅館へ寄ったところその老主人は明らかに両便の計画に賛意を表して自分の方から家畜を買う首合に入りたいと申し出た自分の目的に向かって まず邁進することだそうすれば諸氏が貫徹できる。と劉敏は考えた。働くにも苦労するにも張り合いがあるというものだ。これは俺一人の仕事じゃなく一般の福祉の問題だからな。農業全体、いやそれより全国民の生活状態が一変されなければならない。貧乏の代わりに 万人の富と満足敵主の代わりに共和と利害の一致が現出されるのだ。